さんこんにちは、古田愛理です。今日は秋の1週間コーデを紹介したいと思います。 Amazon で買えるアイテムも取り入れたので、ぜひ概要欄からチェックよろしくお願いします。やっていきます。じゃあ1日目、ズズズズズン。今回は5日間です。平日、秋なのでニットっぽいデザインを取り入れてみようかな。まあ秋って言ってもまだね、暑いので半袖このベースでイカシで、かわいいでしょこれ。これはちなみに Amazon のアイテムです。こうやって開けてきてもかわいいし、閉めてきてフードかぶってもかわいいんですよ。カーゴパンツにします。カーゴパンツでちょっとスポーティーにしてみます。これは韓国のコスメプロダクトで買った私のお気に入りのカーゴパンツです。ちょっと全体的にトーンを落として秋っぽくします。この Amazon で買ったアイテムの X ガールのものです。ちょっとスポーティーにしたくて、こういうなんかメッシュ帽子が欲しくて買いました。じゃん。1ルック目はこんな感じです。かわいいでしょ。夏終わりから秋にかけて感じのファッションです。ちょっと帽子もかぶっちゃって、ニットベストものがバンコクで流行ってて、ずっと欲しかったので。2コーデ目どうしようかな。これは Amazon のアイテムです。 X ガールのワンピースなんですけど、もう秋なんでね、長袖のタイトめなワンピなんですけど、にマーティンキングの靴下をクシュクシュして履きます。ここ最近の私のアイテム、ヘッドホン持ってきました。これなんか韓国と中国で流行ってて、こういうちょっと機内で配られてそうなやつが流行ってるの。2ルック目はこんな感じです。どうですか、かわいい。なんかスタイルよく見える、なんか女の子っぽいけどスポーティー感もあるというか、腕の袖が長めなので自然に燃え袖ができます。これは5000円6000円ぐらいだったかな。スケーターの彼女みたいな感じで。じゃあ次3コーデ目。このね、靴下が良かったので、この靴下イカシのコーデを着たんですけど、それも Amazon のアイテムで、プレイ ID のシアーのちょっと薄手のカーディガンです。七分丈ぐらいかな。キラキラ、透けてキラキラする、なんか夜空みたいな感じ。それにザラのショートパンツを合わせて、ちょっと上品なコーデにしたいと思います。ガラッと変えるよ。3コーデ目です。こんな感じ。ちょっと舞台に見に行きますっていう感じで、最近痩せてズボンが高くなりました。ズボンがさっきとはガラッと雰囲気を変えてみました。上品な出来事がある日のコーデです。フレンチガーリっぽくしてみました。ボスがね、本当に着心地が良くて、靴が韓国通販で買ったヘリージェンです。ちょっとリボンもしちゃったりして、いい感じです。かわいいでしょ。4コーデ目。かわいいでしょ。これめっちゃかわいい。ネイビーのスイードジャケット。リリーブラウンのやつです。これは Amazon のアイテム名です。もうこれは8分丈ぐらいのやつなんですけど、ちょっとこういうちょっと上品なスイードジャケット久しぶりに欲しいと思って買いました。これはベルシコデニムです。これはずっと前から履いて。韓国お姉さんコーデにします。はい、このかこれは全然見えてもいいインナーでございますのでね、安心してくださいね。こんな感じです。え、かわいいでしょ。韓国のオンニフルコーデございます。これはね、でもね、ジャケットがとにかくね、お気に入りなの。かわいいでしょ。ちょっとここが肩ボトって膨らんでるデザインで、9分丈ぐらいの中途半端な丈がすごく可愛い、お気に入りです。秋っぽいよね。こんなジャケットを一つ持ってたらどんなシーンに合うので、お気に入りです。これが一番お気に入りです。可愛い、形もすごく綺麗。下はちょっとスニーカーでしました。はい、こんな感じ。あ、ダメダメダメ、カバン忘れていました。これカバンは通販で買ったものです。可愛いでしょ。さあ次ラスト5コーデ目。これ可愛いでしょ。 Y2K のファッションです。これがね、一番目玉商品、目玉商品 Amazon のアイテムのものなんですけれども、これは今韓国で流行ってるデニムのロングスカートなんですけど、ローウエストになってます。
最後のコーラこんな感じ。もうあえて今はこんな感じにしてみました。可愛いでしょ。トップスはちょっと肩をがっつり開けて Y2K 編みでどうでしょうか。個人的にお気に入りです。最後のコーラこんな感じ。ということで Amazon のアイテムを使いながらルックブックをしてみました。皆さんどのコーデがお気に入りだったでしょうか。どのコーデが好きだったかコメントで教えてください。その私が購入したアイテムの URL を概要欄に貼っておくので、気になった商品があればぜひ皆さんチェックしてみておそろいにしてください。ということでまた楽しかったので好評だったらルックブックやりたいなと思います。バイバーイ。